はい、和気あいあい20周年記念ご来場の皆様、こんにちは。こんにちは。最後ですが、今日しか言えません。和気あいあいの皆様、20周年おめでとうございます。おめでとうございます。はい、千葉市から参りました水田翔です。私たちも踊りを通じて一つになろうをコンセプトに、今年で活動を始めて22年目になります。小さい子どもたちが大きく育ち、今共演という言葉がありました。この踊りを通じて今皆さん同じ気持ちで同じ場で楽しい時間を過ごせること、とても嬉しく思っております。また今年の水天ショー2023の作品ですが、大化改新新たなる一歩ということで、いろいろな時代を私たち今迎えております。何かを始めるためには覚悟、勇気、そして負けない信念、常に上を向いて前を向いて進んでいかなくてはいけないということをこの作品に込めて踊らせていただいております。和気あいさんも20周年このイベントを企画するのに、ものすごく企画、勇気、さあやるぞという覚悟があらったかと思います。そしてまた20年周年超えて新たな一歩を踏み出していただきたいと思います。これからの和気あいさんのまた素晴らしい演舞も楽しみにしながら一歩踏み出す、そんな心意気を踊らせていただきます。応援のほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは参ります。水天ショー2023大化改新、いざ。大化改新、この身を捧げて、いざ踏み出さん我らの一歩。
会場の皆様、たくさんの拍手ありがとうございます。レイ、ありがとうございました。はい、素晴らしい水天翔さんの皆様、ありがとうございました。